S ダーツチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。S ダーツアンバサダーの岩田夏実です。 S ダーツアンバサダーの坂口幸恵です。 S ダーツアンバサダーの宮脇美優です。はい、本日はダーツライブプレイヤーグッズのご紹介と Twitter で募集した質問に答えていきたいと思います。せーの、それではどうぞ。質問コーナー、はい、S ダーツさんの公式ツイッターで募集した質問に答えていきたいと思います。たくさんの質問が届いたということで、皆様ありがとうございます。ありがとうございます。それでは早速質問を読み上げていきたいと思います。まず最初の質問、そのまんまさんそのまんまさん、はい、いつも仲がいい皆さんですが、お互いの第一印象はどんな感じでしたか？試合の時とプライベートの時との差も教えてもらえたら嬉しいですということなんですけど、はい、第一印象ってもうなんか難しいよね。もはや覚えていない。え、覚えてないの？覚えててよ。第一印象、でも私はゆきえちゃんの第一印象って、私が東京大会かなの時に同じロビンで、まだ黒ポロだったんだよね。めちゃくちゃ気強な子いるな、めっちゃ強いみたいな。でその時に私初めてジャパンでロビン落ちして、東京だったのに泣いて帰ったんだよね。めっちゃ強い子がいたって言って、まあ、いい意味でもね、本当に今と変わらずこう強気なプレーだから。強気かな、強気なプレーだと思う。くまちゃんはなんかちっちゃくて細くて会場の中でロチョロチョあんま変わらないママやそう、かわいい女の子おるなみたいな感じだった。どうですか、2人は。お互いの第一印象なんて本当に覚えてない。覚えてないな本当に覚えてない。なんか気づいたら仲良くなってたみたいな感じだし、なんかその何、一番最初の印象、をなんかそもそもあんまり人に、まあ、そうだよね、ない、まあ、確かに、ない、なんかこの人こうそうだなっていうのがないから、あんまり、ごめんねいいよ、ね、じゃあこれは試合の時とプライベートの時との差もあんまないと思ってるんだけど、いや、まあ試合の時は、そうそう、投げてる時はね、あれだけど、だしちょっとみんなには内緒だよ、あ教えたくないよ、いやプライベートなことは教えられません、はい、まあじゃあこういう感じで、そういう感じ、はい、え、みゆはよないの、ないのとか言って、ない、ない、私が言うのはあれだけどなかった。なんだろう、でも私、あ、でもミウはあるわ、一番最初のことは覚えてる、一番最初に会った時、あとあのアンダーのあれ、あ、そうかそうかそうか、名前も忘れた、名前 P で、あの横須賀のなんかアンダーの試合があった時にミウがね、その時まだ髪の毛長かったの、へえ、そう、ゆきえさん写真撮ってください、かわいい、かわいいみたいな、かわいい撮ろうねって、女の子もその時から全然いなかったから、それは覚えてる。じゃあ多分それより前にうち会ってるってことだよね、多分ね、そうだよね、そうだよ、でも2人はさ、そのアンダーの時から、ね、そうね、あれだからね、そうだね。じゃあ続いての質問か以上です。はい、じゃあ続きまして、みなとさん、世の男性に代わってお聞きします。ズバリ好きな男性のタイプを教えてくださいそうですね、知りたい、おなっちゃんの知りたい男性のタイプって何、顔、性格、まあね、そう、いろいろあるよね、だからその自分の中でのタイプってことだ、まあ、その見た目
も含め、中身も含め、好きになった人が好き。いやまあそうなんだよね。じゃああれで言ったら歌手とかそのアーティストとか芸能人とかで言ったらどの顔がタイプ？いやめっちゃむずい。むずい。もっとむずい。めっちゃむずい。だって韓国のアイドルの女の子しか見てない。メンズを一切見ないのに、なんかいきなりじゃあ有名人。有名人。あじゃあさこの前さくまちゃんともちょっと話してたんだけどさ、何あのジャパンの男性プロで顔がタイプそれダメくないそれダメくない入れてもらおう全部ピーって入れてもらえればいい。いやあのいつもに答えれてないもんね。じゃあそうなんだ。じゃああのごめんなんだけど顔のタイプって言われると分からんね。私あの みんなの俗に言うイケメンも分からない。いやそりゃそうでしょう。から何ですよどうしましょうかねじゃあ好きになった人がタイプで、うん、まあそうですね。いいですかね。まあ、あとそうね、むずいよね。でも私の中では尊敬できる人が好き。あーなるほどね。あいいねいいね。そうなんか私の中では絶対ではないけど、うん、なんかただの好きっていうよりかはあの人まですごいなって思う人が大体好きになる。うーん多分いいね素敵だ多分ね、うんまあ、でも大体みんな好きになったらそうね、うん、ねそんな見た目とか、ね、じゃあそうですね、たりしないよ。世の中の男性に代わって聞いてくれたんですが申し訳ねえこんな感じですねはい以上です。はい、はい、続いての質問です。カッパかっこ茜ねさやちゃん宮脇美優選手応援していますさんからの質問です。得意料理はありますかということなんですけども、うん、まあ、私はあのダーツライブの50の質問、うん、もうでも答えてるけど、まあ、そうですね。あ、うん、美味しそうだよね。マジでナポリタンだけどめっちゃ美味しそうだった。得意料理お味噌汁とか飲みたいわお味噌汁とかあでもオムライス作るの。あいいね。あそうな同じなんかケチャップ系がまずです。わかるわかる。別にない別にない。いきなり急に冷めるじゃん別にないんだよ。別に何ご飯全般作れるみたいな。全般作れるし別になんかこれが得意とか、うん、前はそんなに料理してないからね。すごい。じゃ和食とか中華とかなんかいろいろ。まあこれ食べれるものを食べる。あそうだよね。そうあのすいませんあの宮脇さんはですねあのデリケートなデリケートな体でありましてちょっと食べれるものが食べるのね。複数なんです。どこの中最近あんまり得意料理ってあんまないかじゃあ、うん、好きな料理。好きなご飯は好きなご飯ラーメン。あはい、はい、みんな知ってますねこれあでもオムライス作るのは好き。食べれないけど作って与えるのは与える作ってあの与えられたいですうちら与えてください。はい以上です以上です次行こう。続いての質問です。イオリンさんからの質問です。ダーツぐらいにハマっている趣味はありますか。その質問なんですけど何かな何かな麻雀いいと思う。そうなんですよね。趣味って言われると趣味って難しくない。どこから趣味なの。好きなことはでいいですね趣味え、それ趣味って言っちゃダメでしょみたいなこう言われるの怖いから言わないでねみんな言わないでね。だから麻雀が好きです。あと服が好きです。服服あ、うん、なんかいろんな服持ってたい。毎回
私服でもめっちゃ可愛いもんね。あ、でかい。一緒に買い物行くと面白い。あ、気づいたら、気づいたらめっちゃ箱に向かわれてそんな買うのめっちゃ面白い。ごめんね。いつそこどこで買ってきたのこの短時間でどうやって取ってきたの。そう一緒にいたよねみたいな。ごめんね。面白いよ本当に。はい、ね、私はそのくらいかな。まあ私はそうだな、基本的にお家にいることが好きだから、うん、アニメ鑑賞かな。ちなみに今何見て、でも本当何でも見るんだよね。あ、なんかね、ロボット系以外はマジで何でも。あ、ガンダムとかじゃなきゃって。だから最近こう好きなアニメとかが結構映画で、うん、映画化されてて、うん、ちょっと毎日楽しい。テンション上がる。止まっちゃうね。カメラ。なんでどうした？戻ってくる。自分はね、カメラ、写真撮ったりする。うん、そうね。休みの日は、ね、旅に。たまに上がってるからね、絶対に。めっちゃ綺麗だよね。楽しい。本当に。あと、あの、おいっ子ね。かわいいのよ。かわいいね。かわいいのよ。写真やばいよ。もういっ子のためにカメラ買ったようなものだよ。親か。はい、以上です。はい、じゃあ続いての質問いきます。マウコクロスステッチ修行中さん。はいよ、言えてるよ。皆さんに質問です。プロになって一番大変だったことや嬉しかったことは何ですか。うん、あ、そこですか。そっか、うちか。プロになって一番大変だった、なんだろう、ね、なんだろう、まあ、嬉しかったことはもちろんやっぱ一番最初は、まあ、入れ替え戦買った時が一番最初にあーってなったかな。大変だったのは、まあ、いつも大変よね。どの試合も、まあ、いつも大変かな。なんかそうなんだよね、試合も大変だし試合に向けての練習とかも大変だし、なんかその練習するのにこう体のケアとか、なんかね、こう頭こうさ働かせなくちゃいけないわけじゃん。なんかそれも大変なんだけど、でもやっぱ試合に出るとその大変っていうよりかはなんか勝ちたいとか、やっぱ勝って嬉しいっていうことの方が上だから、なんか大変って言われると大変では、いや大変だよ、大変なんだけど、なんかそんななんかいやもうこれが大変なんだよってこう何なんかね、立派に言えるかって言われると別に大変ではないかなっていう感じ。でも嬉しいことはもう山ほどあるよね。こうね、こうもうそれこそね、こうやって知り合えたこととかもそうだし、いろんな人たちに会えることもそうだし、あといろんな地方とかにね行って自分の何普段だったら行かないようなところに行けることもそうだし、まあね、そうだよね。だからまあ一番大変だったこととかはまあやっぱあんまりないけど、でもやっぱなんかなんていうの、コンディション整えるのは毎回ふーってなるのかな。そうね、なんか年齢を重ねることにそれが結構大変だったりとかするけど、そうね、そうなんかまあアスリートだしプロだからなんか当たり前でしょっていう部分もやっぱうちの中ではありもするけど、まあでも人間だからできない時はできないしっていうのがあるから、まあそういうところがちょっと大変だったりはするかなっていう感じです。そうだね、でも大変だったことよりも嬉しいことの方が多いから、多い、ね、結局だからあんまね、そうなんか大変だと思わない、なんか別になーみたいな感じ。そう大変、まあ、はい、あ大変だったなって思うで一日終わることの方が少ない。それは確かにある。悔しいとかの方がある。かな、難しいね、それは。難しいこの質問はね、まあ、話題が広がった、はい。はい、じゃあ続いての質問に行きます。おかかダーツさん、3人ともスティールモデルも販売されていますが、スティールとソフトの投げ分け方やそれぞれの練習時間を教えてください。あです。うん。いや、なんか
いや多分意識的に変えてるのはそんなに、そんなになんかこう、ね、人に伝えられるほどの感じはない、ないけどスティールはこう、ソフトはこう、うん、で感じぐらいね、うん、だから別に極端に投げ分けてるとかはない、うん、ないね、グリップ変えてるとかもそうないけど、うん、まあイメージはちょっと違う、ね、あそうね、ちょっと意識的なもの問題だからなんか、うん、言葉で伝えられない、うちらの語彙力がないだけかもしれないんだけどそんなにないかな。しかもなんか、ゆきえちゃんはさ、ほらいろいろチャレンジしてるけどさ、うん、私とか全然ソフトがね、ほぼメインだから、うん、だから逆になんか、なんていうの、スティールに対しての経験値がないから、うん、そう、なんかこういう質問、すごいいい質問だと思うけど、むぜむぜ、うん、あんまり投げないからね、うん、ね、そうね、もう練習時間もそのね、そんなにスティールはじゃあ今日一日練習しようとか、うん、あんまりない、まあ、そのスティールの試合がある前、まあ、その1週間とかくらいからその練習期間が始まるだけで、なんか時間を決めてるかって言われると、まあ、ソフトで決めてないのにスティールで決めない、うん、納得するまでなんとなく投げるんだよね。そうそうそう、自分がこのプレー投げたいなとか、あもう疲れたなって思ったらやめるとか、うん、もう本当そのくらいな感じで決めてます。すいません、なんか適当で、はい、すいません、以上です、以上です。はい、皆様たくさんのご質問ありがとうございました。また、S ダーツの SNS で募集するかもしれませんので、その時はぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、今回発売されます、ダーツライブプレイヤーグッズのご紹介をしていきたいと思います。ダーツ祭りで販売された私たちのセットがパワーアップして帰ってきましたそれではみんなで一つ一つ見ていきましょう。レッツゴー。それでは一番最初はこちらのダーツライブカードです。多分この辺、この辺多分パーッと出てくるんですけどはい、こちらのダーツライブカードなんですけど、オリジナルデザインの、うん、絵というか写真がね、とあと中にはライブのエフェクトとピクチャーテーマが付属されております。それも多分出てくるのかな、この同じデザインだよね、多分。そう、同じ、うん、このカードと同じデザインのテーマとエフェクトが入っております。いやでもこれめっちゃいいよね。ねえさ、欲しい。おなすずるくない？なんか後ろ姿ちょっとかっこよくない？かっこいい。ずるいよな。かっこいい。何ずるいって、ずるいって何？なんかちょっと笑ってんの耐えられなくなっちゃったんじゃないの？ちょっといや、わかんない、肉ついてる髪の毛長かったからね、あれで、ね、ああそうか、でもなんかほんとこれマジでデザインがかっこいいね。ね、なんかあれ、この前のやつシーズンプレイヤーの、うん、あ違うな、オレンジ、オレンジのやつのあれはなんかみんなまんべんの笑みみたいな、うん、そうそうそう、かわいい感じだった。今回ちょっとクールね、祭りで販売、そうそうそう、これうちら欲しいよね、欲しいよ、欲しいよ、でもみんなにも買ってほしいよね。間違いない、それは間違いない、買ってほしいよね。ああそうね、でも結構使ってる人てくれてる、そう多い、だってイベントに遊びに来てくれたお客さんが私のではなく他の人のやつ使って参加 しに来てくれたりとかするし、なんか本当特別感めっちゃある、ある、他のプレイヤーのもありますので、ぜひぜひぜひ。じゃあ次に行きます。はい、続きまして、こちらのボイスラバーストラップ、あこれかちょっとこれストラップっていうかキーホルダーみたいな感じだよね。そうね、チェーンついてて、はい、これは
写真とはまた打って変わってこうイラストになってて可愛い可愛い感じ、アニメ、うちらがアニメになっちゃうね、めっちゃ可愛いめっちゃ似てるよね、可愛いみんなにすごい似てるねって言われる。そう、なんかこれこの中には一応6種類の、ボイスが収録されててランダム再生になってるみたいです。頑張ったね、頑張ったよマジで大変だったね本当に頑張った。あ、でもこれさっきの質問じゃないけど一番大変だったことかもしれない。あー確かにこれ大変だった、ね、これしかも家でさ一人で携帯に向かってさちなみに私はこれ家でやってないです。私も家でやってない。あー私はお家でやった。たまたまそのダーツライブさんの本社に行った時にお前が一番遅いと思ってたよってでも同じ日に撮ったよね。そう同じ日に撮って、なんかこれみんながこう声を送ってくださいみたいな感じだったじゃん。誰も送ってこなかったらしいよ。そりゃそうだ。いやね、あのそうなんです、あのファンの皆様からしたらすごい嬉しい内容のやつかもしれないんですけどね、こんなちょっとこっぱずかしいですよね。そうそう、こんな、おー、いい。はい、じゃあ押してよ、自分のこれね、でもほら、あの買ってくれたら、そう、買っとくね、そうそうそう、買ってからのお楽しみで、あの、一緒、おー、やめろ。いくよ、いくよ。無理はしちゃった。はい、止め方も忘れてた。ちょ、一瞬だけ、一瞬だけ。え、じゃあもう一回押したら止まる、あのマイクの。まずどこ押すの？真ん中の。早すぎて分からん。ウキッ、ウキッって。なんか、聞かれたみたいな。これ、多分まだ全種類持ってる人いないんじゃない？あー、いないかもね。いないかもね。もなんかこの紹介してるだけで変な汗かいてきた。顔が作らんで。じゃあこれはまあ購入してくれた方のお楽しみということで、一瞬ね。明日なんかあるかもしれない。はい、以上です。次行きます。はい、続いてはミニサイン用色紙です。です。これもさっきのあのあれだね。あれと一緒のカードね。あれな、あれな、ダーツダイブカード。そうね、これにねサイン。いいよね。いや、これ画期的だね。ね、マジで。めちゃめちゃいいと思う。正直これが一番感動したもん。うんね、え、何これいいじゃん。私あの持ってきてくれるまでダーツダイブ祭りの時にお客さんが持ってきてくれるまでこれが入ってるって知らなかった。そう、私も知らなかった。何これ。そもそも内容ほとんど知らなかった。知らなかったもんね。そう、うちらは。でもこれねすごいなんかみんなにも好評だしね、うん、本当に絶対1枚の方がいい、ね、ぜひね、うん、こうイベントとかプレイヤーデンとかにねぜひ持ってきていただけると、ね、お待ちしていただいてサイン書きます、サイン書いてくれると思います。でも本人のやつを渡してくださいね。そりゃそうだわ。続いてこちら、ででん、激レアイラストステッカー4種類です。この中にエギリアのこのカードじゃないステッカー含め入ってるの、ちょっと今から開封していきたいと思います。これね、我々も初見ね、初見だね、もらった裏にさ、え、本当だ、色々プロフィール書いてある、ね、プロフィール書いてある、出身地神奈川、でん、多分激レアはこれかな、この黄色で、で多分この銀色のやつはもともとそのプレイヤーのそうセットに入ってたやつ、うん、でこっちは この黄色のやつと同じ、そのくじ、ダーツ祭り時はくじの時にあった普通のシールです。で、何モチーフだっけ。私幼稚園の先生、かわいい、持ってる、本当に本当に持ってる、思ってるよ、一番思ってるよ。なんで疑ったんだろう。くまちゃんはで看護師、あでもねすごい今時なの、検温器、あ本当だ、検温器ついてる、今時だね、多分出てくる、こうやってピッ ピッてやるんだね。コックシャン、かわいい、帽子かぶってるやん、
そう、コックさん。でもなんかちょっとこうパッと見たらさ、うん、あのちょっとケーキ屋さんみたいじゃない。ああ、パティシエね。そう、でもコックさん。あ、コックさんなの。皆さん間違えないでください。コックさんです。コックさん。なに、将来の夢が。そう、なんかね、ちっちゃい時とかはそう、昔のコックさんって思ってた。私も幼稚園の先生になりたいって思ったら、え、幼稚園の先生ってピアノ弾けないとダメなんじゃない？ガガン、じゃあ無理だわ。早い。これレア度とかあるんだね。え、どこに？裏面に書いてある。あ、本当だ。裏の本当だ。じゃあこれがシークレット。しかもナンバーが書いてあるから、なんか集めるの好きな人はいいかも。あ、本当。え、全部ナンバー違うんだ。私17から20だわ、ナンバーが。私が13、14、15、16だ。29から32。すごい。これなんかコレクターの人たち結構燃えそうじゃない？1、2、3、4、星の数ね。じゃこんな感じのキラキラと、キラキラとレア度が高いやつが入ってるような。私も欲しいこれ。ね、これ欲しい。みんなの欲しい。ね、集めたい。キャリーケースに綺麗に。あー、あ、いいね。はい、続けてください。はい、以上がん、これがステッカーかな。4種類目の脱ライブプレイヤーグッズです。です。はい、では続きまして、こちら、選手の私服激レアトランプ。これいいよね。これなんか祭りでもすごい人気の商品だったみたいな、欲しかったからお客さんにちょっとトランプかぶったらちょうだいって。ああ、わかるわかる。開封ももらった。開封するんでちょっと待ってくださいね。開封を、開封の儀。ああ、すごい滑る。はい、では、開封しました。はい、ちょっと今回は選手の数が多いので、ちょっと自分たちの自分たちの分だけこんな感じでます。ちょっとね、遠いんだけど、まあ、買ってからのお楽しみで、お楽しみで、はい、お願いします。裏もね、こんな感じでね、これもね、いい感じの、いい感じだね。黒がオフィシャルプレイヤー、うん、こっちね、黒、黄色がシーズンプレイヤー。はい、黄色がシーズンプレイヤーです。あ、これも撮影結構時間かかった気がする。同じ日に撮ったよね、多分。時間振り分けじゃない？時間振り分けで同じ日に撮った。うん。ああ、そうか。そうそう。早い、多分2人は早い時間だった。うん。で、一番最初だった。あ、そうだね。うん。宮城しか朝起きないんです。一番最初。めっちゃ早起きだし。一番家遠いのに。ごめんな。ごめんな。一番持ち通りいいのに。まあ、そんな感じで、我々のカードも入ってるんで、ぜひ買って、うん、もう選手個人個人の個性的な写真もありますし、自然な状態の私たちもいますので、ぜひこれにね、サインするのでもいいし、ね、持ってきていただければと思います。持ってきてね、持ってきてください。はい、ということで、今回のセットのご紹介でした。私たち以外のセットもありまして、オフィシャルプレイヤーが3名とシーズンプレイヤーが8名の計11種類のセットが今回用意されています。はい、ぜひお手に取っていただければ嬉しいです。せーの、皆様よろしくお願いします。あ、基本的には試合が始まる時間の3時間前ぐらいには起きたいって思ってはいる。思うだけで。私2時間前ぐらいかな、うん、会場入りする2時間前ぐらいに
起きてたよ、ね、まあでも大体 2,3 時間ぐらい前か、うんうん、支度も結構早いタイプだからな、私回しめっちゃ遅いからな、なんかクマちゃんとかめっちゃ早起きそうだ、ミユはそれよりも早そうだもんね、私寝れない人だもん、寝れない人枕がそもそも寝れない人だ寝れない人ね、寝れない、だから起きちゃう、あやばい、次の人も試合前日に練習しますか、しない、しないの、しない、全然ダーツすら触らない、マジ？マジ？全然触る、ダーツしたいなと思ったら触る、ダーツバーもいいか、マジ？そうなんだ、ご飯、うまいご飯食べて、うまいお酒を飲んで寝る終わり終わりえ、投げる？私投げるな、投げる時の方が多いかも、なんか結構投げる、結構かって言われると結構バラつきあるな、こんなもんかぐらいな感じの時もあるし、なんか気づいたらあれ結構投げてるみたいな、くまちゃん結構投げてるよね、うちいつでも投げるね、そうだよね、うちはいつでも投げる、全く投げん、基本投げてるイメージ、うん、まあでも場所によるか、あ、まあ、ね、移動が長い時とかだともう疲れてる、あ帰りたいってなるから、ね、うん、あるよね、基本は投げる、うん、そうね、全然だけど、大会の、沿線の移動中に、時間通信をやってるゲームする、あ、麻雀ナンプルじゃない動画、いや麻雀はね、あ麻雀はね違うんだよ、アプリだと実践が一番、そう、実質にみんなと喋りながら、全然仲いないけど、みんな喋りながら麻雀するのが好き、あもう私も家とやってること考えたらアニメ見てるな、そうだね、まあ、でもそうね、動画見る、動画見る、ゲームする、うん、漫画読む、あとかね、そんな感じ、あんまりでも移動中ってさ、なんかあんま寝たくない、寝たくない、夜寝れなくなる、そうで、みゆりん何ですか、ああめっちゃめっちゃしっかり投げるよなんか会話全然参加してくれないやん、普通に投げた結構集中してたよな、何してるかな何もしてないかな、あ、無でずっと座ってる、無でずっと座ってるの移動の間ねうん、でも確かにそうだね、なんもない、みゆなんもないね、携帯いじってる、携帯触るか、あとはぼーっとしてるか、うん、ぼーっと外眺めてる、いやでも本当にそんな感じだね、うん、人と一緒に行くこともないから、あ一人でずっとぼーっとしてるぐらい、はい、最後やばい、女性ならではだと思うんですが、靴に対して試合の時、はいはい、こだわりはある、なんか色とかは形よりかぺったんこだったら何でもいいかな、ね、まあヒールじゃなきゃ何でもいいかな、あとやっぱなんか今エアめっちゃ入ってるやつだ、ナイキの靴やマックスみたいな、あーはいはい、空気入ってるやつ、そうそう、あれも結構あれ違う空気じゃない、あ空気エア入ってるやつ、うん、あれは無理、なんかふわふわして重心ずれるから絶対に動かないかも、まあ、でも基本ペタンクかな、うん、あでも革靴履いてない、あ試合の時は革靴、うん、革靴、あの革靴も全然ペタンク、うん、よりかな、家もペタンってしてる方がいいもんね、うん、なんか目線が変わるのは苦手、あ高いのが、そうそうそう、高いのだったりなんか吸水高いじゃんみたいななっちゃうから私それ平気なんだよな、高さが変わる分にはいいんだけど、あとニューバランスとかはちょっと苦手、ああわかる、あなんかちょっと斜めにこうなってる感じがしちゃうから、基本アディダスかな、そうだね、うん、私はなんか可愛かったら基本なんでもいいそうだね、はい、皆さんここまでいかがでしたか、動画の説明欄にエスダーズのリンクが貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。はい、おなつさんのクーポンである夏美の、723ですね。
723と、私のクーポン、ゆきえゼロのクーポンとみゆのクーポンであるくま、英語でくまですね、くまのクーポンを使ってぜひお得に手に入れてください。エスダーツの実店舗でもある池袋店と錦糸町店、そして、台湾にある台北店でも、販売いたしますのでいいよいたしますので、お近くの方はそちらでお買い求めください。はい、動画の高評価、評価と、チャンネル登録、右か左かとあったかいコメントもお待ちしてます。お待ちしてます。お待ちしてます。以上、エスダーツアンバサダーの岩戸夏実と、エスダーツアンバサダーの坂口池と、エスダーツアンバサダーの宮脇美優がお送りしました。せーの、最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。バイバイ。